風力を用いて、こう引いているスペインの風車風力を帆によって動力にする方法は古代から広く世界中で行われている。イギリスの風力発電所 EN バーボ・バンク・オフ・ショア・ウィンド・ファーム。コロラドのリーランチの風力発電施設で2002年に計測したデータによる風速、取り出せたエネルギーの分布グラフ。ドイツでの発電比率。青色が 風力発電。ソーラー発電が昼間と夜間の差が大きいのに対して、風力は比較的コンスタントで夜間も発電してくれるというメリットがある。風力とは風の力やエネルギーのこと。風力とは風の力やエネルギーのことである。風力は化石燃料の代替として使うことができ、無人蔵でいくらでもあり、再生可能エネルギーであり、 地球上の様々な地域にあり、地域が限定されておらず、クリーンで持続可能性を満たしており、温室効果ガスも発生させず、わずかな土地があれば利用できる。ただし使用可能な電力への変換効率や、季節変動要因などの問題はある。EU は、化石燃料、天然ガス、原子力など比較してみると、大気の品質をどれほど保てるか、人体への害の有無。 気候への害の有無なども考慮すると、風力というのは最も安上がりのエネルギー源である、と分析している。洋上風力発電所は、洋上は風の強い場所なので、強い力を得て、発電量も増え、人々のいる場所から遠いので、視覚的に邪魔にならないというメリットはある。その代わりに、温所でタイプに比べると建設コストが高めになるというデメリットと、 周波数を安定させなければいけないという問題がある。風力エネルギーは、長い年月で見ると、常に発生している資源である。数百年後でも数千年後でも、風力というのは枯渇せず、使い放題なのである。ただし、短い日数で捉えると変動は発生している。したがって、他のエネルギー源とうまく組み合わせる、というのが良い方法となる。 風力発電の割合が、全発電量の中に占める割合が増えてきたら、より多くのエレクトリカルグリッドを構築することで、小さな地域ごとの変動を鳴らすようにして、システム全体の安定を図ると良い。歴史的に見ると、人類は、様々な方法で風力を用いていた。法を用いることで、手こぎという動力に変わる、無人蔵の動力を手に入れた。 風力のおかげで世界中の海を旅することができるようになったわけである。また、風車を用いて風力を動力に変えようせを行ってきた歴史も長い。ヨーロッパ各地では風車の動力を用いて小麦粉など様々な粉の製粉を行っている。そして20世紀末になって世界各地で大々的に風力発電を行うようになった。オッキフ。 イファ・ハゲート・クレール・アン・インベスティゲーション・イントゥー・ザ・ポテンシャル・バリアーズ・フェーシング・ザ・デベロップメント・オブ・オフショア・ウィンド・エネルギー・イン・スコットランド・ケース・スタディ・ファース・オブ・フォース・オフショア・ウィンド・フ・ァーム・リニューアブル・アンド・サステナブル・エネルギー・レビューズ1 6 3 7 1 1ドイ、i 1 0 1 0 1 6 jassar,2012.03.018,https, コロンスラッシュスラッシュ windenergyigert.umass.edu スラッシュ sites スラッシュ windenergyigert スラッシュファイルズスラッシュオフショアパーセント20ウィンドパーセント20スコットランドパーセント20万2012 pdf フセノキス バセリス、キム、ヒョンチュル、ラントユーズエレクトリシティジェネレーション、エーライフ、サイクルアナリシス。リニューアブルサステナブルエネルギーレビューズ13、1465、1474、ドイ、10.1016、J アッサー、2008.09、017、一瞬1364321。ありがとうございます。